はい、今日はマクドナルドの自分が選ぶ5品、それを買ってきてみました。左からね、クォーターパウンドチーズ、隣のちょっと大きい箱がバターミルククリスピーチキンですね、これは。そして定番のフィレオフィッシュ、左腕が上がキッズミール、お子様ランチですね。そしてこの箱に入っているのがハワイ限定のポチギーソーセージとスパム、それと卵。今から箱の中を見ていきましょう。キッズはね、これ大人でも買えるんで、ちょっと小腹空いたり、あんまりお腹空いてない時にちょうどいいと思います。そして中にはね、おもちゃ入ってます。何のおもちゃか分かんないんですけど、今回はたまにね、本当に欲しくなるようなおもちゃも売ってますよ。こんななんか変わったおもちゃついてます。これがハワイのマックで買えるメニューです。ここに電子レンジは入れないでくださいって書いてあります。そしてちゃんと熱いよ。昔マックでね、ホットコーヒー飲んで、それをこぼしておばあちゃんが熱くて火傷しただろうって言ってマックを訴えてね、億単位のお金を請求されて、おばあちゃん勝ちました。ホットコーヒー飲んで火傷して熱いじゃないかっつって、理不尽な。でそれからね、ちゃんと熱いんで気をつけてくださいっていう風に書くようになりました。多分日本も今書いたんじゃないかな、熱いからお気をつけくださいとか。この一言書かないだけでね、書いてないって言って文句言われますから。訴訟の国アメリカ、怖いです。